キーボード中央に配置されたポインティングスティックポインティングスティックはコンピュータ用のポインティングデバイスの一種で主にノートパソコンに採用されている。この入力デバイスは1990年に IBM の研究者テッドセルカーにより発案され、後にシンクパッドの生産を行うことになる日本 IBM 大和事業所へ自ら実用化を持ちかけたのが起源とされる。 セルカーはキーボードのホームポジションから手を離すことなくポインティングを行う装置としてこのデバイスを発明した。そこでデスクトップ PC 用キーボードの中央にこの装置を埋め込んだ試作品を各地の IBM 事業所に持ち込みデスクトップ PC 用のデバイスとして売り込んでいた。後にノート PC 用の小スペースなポインティングデバイスとして一躍注目されるところとなった。 そして、日本の技術者の協力を得て、1992年10月公式発表のシンクパッド 700C で初の搭載機が誕生した。同社は、すでに別の入力機器名として利用していたトラックポイントの商標を用い、トラックポイント2としてその機能を発表し、また基本米国特許は、セルカー、ジョセフラトレッジ領名義で取得されている。 この特許を回避する意匠を凝らした製品も登場しており、競技には IBM 特許の製品のみを指す名称になる。そのため商標名を避けて特定することが難しい。採用各社は独自の命名を行っており、例えばサナプティックス社の商標タッチスタイクを、はじめいずれにも共通な単語が一つもないため、以下便宜上、製品改善の論文で使用されていた、機能名称の ポインティングスティックを用いる。なお、ポインティングデバイスは当初よりマウスやタッチパッド等を含めた総称であり、ポインティングスティックと同義語ではない。物理的外観は短い棒状のボタンである。キーボードの中央部分に設置されたこの点に指先で入力指示を与えることで画面上のマウスポインタを操作する。設置面積が小さく、 モバイルに特化して、筐体を小型化した、ムックなど、タッチパッドの搭載困難な機種にも適している。IBM および IBM の PC 事業を引き継いだ、レノボによって、デスクトップ PC 向け搭載製品も、継続販売されており、2010年には、低価格製品も投入されている。2013年には、Bluetooth 接続の製品も投入され、デスクトップ PC だけでなく、 スマートフォンやタブレット端末などとの組み合わせの可能性も生まれた。ただし、レノボとしては、アンドロイドや iOS での動作を保証しておらず、全機能が期待通りに使えるとは限らない。ポインティグスティックとタッチパッドを併設した製品各社の商標を示す。星印は2011年2月20日現在日本国内で商標登録のないものである。 ポインティングスティックは過去多くのノートパソコンに採用されていたが、筐体の薄型化やコストダウンにおいて、より有利なタッチパッドが多く採用されるようになった。現在はシンクパッドシリーズや富士通やソニーのモバイル向け製品、一部の法人向け製品に限り採用されている。レノホ社の広角トラックポイントやソニー社のオプティカルトラックパッドのように、キーボード中央部に 人差し指で操作するように設置されたポインティングデバイスがある。外観や使い方は同様と言えるが光学式であるために特性に違いがあり操作性の違いがある。具体的にはトラックポイントは圧力を検出するため本質的には指が移動する必要はなく操作する指の移動は指先と操作部の弾力によってのみ発生する。 そのため、継ぎ足し操作がなく、連続操作のための戻り操作も、微小に抑えられる。対して、光学式では、指の移動を検出するため、移動する必然性があり、継ぎ足し操作が発生する。また、連続操作では、予備動作が必要となり、操作の精度にも、わずかながら、悪影響がある。Force 2>, 2モーションファンクションフォーポインティングヨゼフ・ディ・ラトラッジ テッドセルカー、インパーアクトマイナス90、1990、ありがとうございます。